砂浜のクジラたち、かわいそうだね。ああ、今頃あいつらの家族、海の中で心配してるだろうな。よし、待ってろよ、フランク。銃なんて必要ないでしょ。クロエ、私の力を当てにしちゃダメだってば。当てになんかしてないよ。そのための銃だ。護身用だってば。不安だな。信用しろって。こんなの、ガキの頃は想像もつかなかったな。早く終わらせて、クロエとポートランドに遊びに行きたい。それいいな。マックスと私と、レイチェルで。そうだよ。だから、バカなことはしないで、フランクに借金返して、顧客の本名を聞き出す。それだけ。ああ、わかってるよ。よし、行こう。森が静か。生き物の気配すらない。しかも綺麗にしなよって。このネタもういいか。土曜には元凶がなくなってるかもね。悪夢が始まった場所。心配ご無用。宇宙の法則とかわかんないけど、きっとこの現象にも理由があるはず。これもきっと全部竜巻と関係あるはず。ついさっきまでもう一つの世界でクロエとここにいたなんて。見張りもいないし、見つからないでしょう。フランクのビアガーデンへようこそ。ちょっと、たまにはゴミ出しなよ。ここで人生を考えつつ、お酒を飲むと。ご飯が出てる。ポンピドゥ元気なんだ。よかった。クロエは準備できてるみたい。なんだ、一人多いな。なんで連れてきた。相棒だから。ボディーガード気取りか。それで金は持ってきたんだろうな。確かに、さっさと返しゃいいものを。返さねえなら借りねえことだ。じゃあとっとと帰んな。待って、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なんだお前、まだ懲りてねえのか。帰れ。ったく、わったよ。売り物はやらねえぞ。そんなこと頼みに来たんじゃない。だろうな。お前はその手のこととは無縁そうだ。で、何を聞きたいんだ。顧客の本名を教えてもらいたいの。なんだ、そんなことかよ。
もったいつきやがって。ついでに車のキーもやろうか。フランク、お願い。迷惑かけてるのは分かってるけど、重要なことなの。そういうセリフは聞き飽きてるが、嘘ってわけじゃなさそうだな。一刻を争う事態なの。少しだけでいいから協力して。少しだけな。最初はみんなそう言う。そこのクロエがいい例だな。あ、私は関係ないだろ。もういい、帰れ。無駄話に付き合って損したぞ。お願い、喧嘩しに来たんじゃないの。私たちだけじゃどうにもならない。てめえ、人を銃で吹っ飛ばそうとしといて調子いいこと抜かしてんじゃねえぞ。クロエがナイフで脅されてて怖かったの。ああするしかなかった。撃ちたくなかったよ。ならねえことはするもんじゃねえ。あんなおもちゃを大げさに両手で抱えて、俺も銃用意しとくんだったな。本当は銃なんて見たくもないの。だからもう二度としない。マックスは嘘ついてない。水に流してくれ、頼む。いいだろう、ひとまず休戦だ。だが妙なことしたら俺の犬がてめえらの頭食いちぎるからな。はったりじゃねえぞ。話がしたいだけ。犬には何もしないよ。俺がさせねえよ。犬は好きか。犬は大好きだよ。刀剣を何匹も助けたんだってね。立派だと思う。別にどうってことねえよ。動物がひでえ扱い受けてんのはほっとけなくてよ。ポンピドゥもそん時引き取った。いい飼い主に巡り会えてポンピドゥは幸せだね。それよりレイチェルの話だろ。レイチェル、まさかそれが本当の目的か。もう少しでレイチェルの居場所が分かりそうなの。そのためにはどうしてもフランクの協力が必要で。俺が何もできなかったのに、てめえらに何ができる。思い上がってんじゃねえぞ。ガキの遊びに付き合う暇はねえ。レイチェルはお気に入りの写真をフランクにあげたって言ってた。それぐらいフランクはレイチェルにとって大切な人だった。お願い協力して。なんでてめえが知ってんだよ。あの写真は俺の宝だ。あれを見りゃいつでもレイチェルに会える。正直どうかなっちまいそうだよ。今頃どこにいんだか、せめて声だけでも聞ければ。フランク、お願い、力を貸して。私からもお願いするよ。頼む、顧客リストがいるんだ。どうせ他に当てはねえ。少しでも望みがあんなら信じてやってもいい。犬もお前らのこと気に入ってるようだしな。ありがとう。本当助かるよ。ありがとな。お前らにかけてみるからよ。頑張れよ。それじゃな。フランクがメモをくれてよかった。レイチェルには彼の良さが見えてたんだね。